マッチングアプリで出会った、私が愛している男たちトップ5。第5位、中出し男。詳細は他動画にしていますが、昨年タップルで知り合った男性です。最後に会ったのは3ヶ月前くらいで、それから連絡もしていないし、連絡も来ないしで、最後にエッチしたのは昨年末です。イケメン度、星3。背が高くてスタイルはいいが、顔は普通。エッチうまい度、星3。早漏で中出ししちゃうけど、個人的印象は悪くないって感じ。雰囲気がいい度、星5。大人っぽい落ち着いた雰囲気はいい。性格がいい度、星3。忙しくて優しさにややむらのある時がある。経済力、星4。第4位、立たない男。詳細は他動画にしていますが、昨年タップルで知り合った男性です。最後に会ったのは10ヶ月前くらいで、半年間連絡を取っていませんでしたが、最近彼から急に LINE が来たので、また会えるかもという期待があります。イケメン度、星5。とにかく顔見てるだけでうっとり。エッチうまい度、星4。立たないけど、前技がうまい。雰囲気がいい度、星3。接している感じはただの友達チック。でも、エロい雰囲気作るの結構うまかったりする。性格がいい度、星4。連絡も丁寧で、とても人柄がいい。経済力、星2。第3位、パイロット。この方は動画にしていないですが、Tinder で今年の夏に知り合った、年齢の近いイケメンパイロット、会ったのは2回だけですが、いずれも強く印象に残り、1ヶ月前に会ったのが新鮮なので、第3位です。イケメン度、星4。背が高くスタイルが良くて、顔は小出圭介。エッチうまい度、星5。とてもテクニシャンで大満足。雰囲気がいい度、星5。トークは軽やかで感じがいいし、ハイスペイケメンオーラがすごい。性格がいい度、星5。気配りの人で、人柄もとてもいい。経済力、星5。第2位、彼氏。付き合おうってちゃんと言ってくれたので、曲がりなりにも彼氏というレアキャラ、理想の男性像にかなり近いが、連絡が取れない、いくつか他動画にしているのでよかったら見てください。イケメン度、星4。背が高くて、鼻筋が整っていて横顔が美しい。エッチうまい度、星5。大変なテクニシャンで大満足。雰囲気がいい度、星5。陽キャで天真爛漫なキャラについ丸め込まれてしまう。性格がいい度、星3。特に良くも悪くもないけど、彼氏のくせに連絡不詳すぎ。経済力、星3。よくわからんけど、車買い替えすぎ。第1位、消防士。動画にしていないけど、Tinder で知り合った、10歳近く年下のイケメン消防士。休みが合わず、遠方のため1回しか会っていないけど、その分ほぼ毎日連絡をくれるのが癒し、体も顔も美しく、背が高くてスタイルがいい、イケメンなのに遊び回ってなさそうなところもいい、家族思いで優しいところもいい。イケメン度、星5。すべてが美しいとしか言いようがない。エッチうまい度、星4。若干若い子の精力に疲れる感じがあるが、文句なし。雰囲気がいい度、星4。イケメンなのにあんまり慣れてない感じ。性格がいい度、星5。彼からの毎日の LINE が生きる活力。経済力、星4。消防士の安定感。全員進展は望めなそうな感じだけど、私が大好きで特別な男たちでした。基本一人ぼっちでも、彼らとたまに会えたり連絡取れたりしたら、それでもう幸せかもなぁとも思ったりする。ちゃんとしたパートナーができたら、素敵な彼らとはもう会うことができなくなってしまうのだとしたら、それはとても悲しい。